やっとだ。やっと木島から逃れられた。よし、やりますか。逃げろ逃げろ。で、このやりとりやったな。とりあえず金庫を倒しましょう。リンリン交尾、ひなみのやつ使えないから、一応カルマート入れたままで、20% 回復あったよね。あった。これを入れて、リンリンウーですね。とりあえずカルマートとこれを交互に使いつつ余裕があったら、赤の翼神回を使うみたいな、そういう戦い方をしていきましょう。やっぱ回復って偉大ですね。リンリンだけストックして、オッケーオッケーオッケー。コービーね使って、でリンリンストックね。やっべ。これさ、無理じゃない？いや無理だと思うんだよね。こう2発目が1回で飛んできたら、ちょっとスルーしようこれ。このイベントもスルーしよう。絶対この敵ブレイクできないターンっていうのは来るから、そこ一発やられたらね、木島との確率の戦いプラスピースの運ゲーになっちゃったら時間かかりすぎるんで、メインの方進めましょう。多分このメインの方は全部見てるんで、パッパッパッと飛ばしていけたらね、いいと思いますよ。まあ、とりあえずあれだな、前回、スタートに戻されたとこまで進めよう、さっさと。あ、戻ってきたかな。そろそろかな。サブが出てるな、いっぱい。じゃあ、これとこれは明らかに勝てなさそうで、まあ、これも勝てなそうだったから、金木の癖いきましょう。すいません、ちょっと寝起きなんで声が低いかもしれないんですけど。これね、相当な確率なんですよね。まあ普通に戦っても多分一発でやられるんでね、ブレイクしてても一発でやられる。ここでまあ勝つっていう選択肢ないんでね、基本的に戦闘になったらもう諦める。戦闘になるパターンと、そのまま戦闘にならずに殺されるパターンと、択を選ばれるね、パターンがあるんですよ。2択を、2択も、まあ、50% なんで、だいぶ絞られてますよね、通り抜けられる確率が。だるいな、ここマジで。もう戦闘しないで自殺とかいうコマンド欲しいんだけど、自首とかいうコマンドがさ。まあ多分遭遇率上がった状態でサブミッションをやろうとすると、だいぶきついっていうね。一応サブは見ときたいんでね、またカット編集をねすると。 88% だからな、絶対来るよな。タクタク来い、タク。1時間ぐらい粘ったんですけど、どうしても木島くんとね遭遇しちゃって、戦うか殺されるかになっちゃうんで、飛ばしますサブ。もう切れた、もうダメだ。飛ばしましょう。次木島かな。よし、戻ってきたぞ。ここまでやっとの思いで戻ってきたんだが、どうしようかな。これで一回セーブしとくか。一応7にセーブしとこうかな。戻ってきましたね。前回と違うところはスキルを回収してきたっていうところなんですけど、いきますか。
まあここで別に情報整理しなくてもね、前回嫌というほど見たんでね、いろんな方法試しても無駄だったんで、いやー行きますか。倒せたらいいね。は？あ、こんなシーンあったっけ。ツアー早い。これが木島、やはり強い。え、こんなシーンあったか。僕で勝てるのだろうか。違う、このシーンなかったよね。お前の力はそんなものじゃないだろう。突然木島は先ほどまで所持していたクイーン系を投げ捨て、新たなアタッシュケースを取り出した。取っ手をひねるとケースが弾け飛び、いびつな武器が姿を現す。じゃあこれ普通に使ってたよね。普通に使ってたよな、お前追撃してくるときに、見せてみろ。ジェイルジェイルジェイル、僕はジェイルじゃそのクイーン系はリオ、腹減ったか。あの形、リオ来るな。に、俺がお前を守るよ、父さんたちの代わりに。うむ、悪くない。に、兄さん。ほう、気づいたみたいだね。君が逃げたのがいけないんだ。貴様のせいで兄は死んだ。私が殺した。あいつがジェイルじゃないことぐらい初めから分かっていた。貴様を誘い出すにはいい餌だと思ったのだが、コクリアを抜け初めて私に連絡をよこした時、あの彫り物があるグールの画像をよこした時だ。あの時にはすでに兄さんはこの箱の中にいたんだよ。あ、ああ。随分あっけなかったぞ。なんとも情けない死に方だった。最後は命を乞いまでして、弟のことなど微塵も考えていなかったようだった。苦痛に顔を歪ませて子供のように泣き叫び、それはそれは惨めな姿だったよ。君に見せてあげたかったぞ、リオ君。あ、あ、どうした。お前がずっと間がっていた兄だぞ。兄さん、お前はすでに死んでいる兄を助けようと必死になってジェイルを探していたってわけだ。いいね、兄弟愛。随分楽しませていただいたよ、リオ君。僕は何のために、なんで、なんで。いい加減分かれ。私が当てずっぽうで貴様を追っていたと本気で思っているのか。初めからずっと言い続けているだろう。兄もそれを知っていたから貴様をかばったのだろう。なぜ分からん。ジェイルは貴様自身だ。さあ兄の手で死ね、ジェイル。兄さん、僕は木島を許さないかな、離さないか、許さないな。両目の下が熱い。ドクンドクンと脈打つのがわかる。あーね、うん。クヒ、このシーンってやっぱりルートが違うからこっちに来ちゃったのかな。そのあざ、そのかぐね。殺戮のグール、ジェイルのお出ましだ。来い、殺し合おう、ジェイル。一応ね、あの 20% 回復を入れておこうと思います。使えるはずで、出血してくると思うんで、そうだな、出血か。いや、パワーをのけたくないからカツオをのけるか。出血出血、これか。さあ行こう。リンリン B だったっけ。リンリンコー B があれだから、つかリンが出ねえ。リン普通強えんだけど。あー出ないんだけどリンが出ないんだが、オッケー。リンリン、コービーで一応回復させて、オッケー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 オ
ああマジ。これ勝てんの？勝てんのかこれ。勝てないような気がするんだけど。その程度か。ぐわく、うわ。痛いか。だが私が君から与えられた痛みはこんなものじゃなかった。君は覚えていないのかもしれないがね。わかるかね。あれこのセリフデジャブなんだけど、監獄でさ、コクリアで言われてなかったっけこれ。めっちゃ最初パート1かそれぐらいに、この時が来るのをずっと待っていたんだ。あらら、あら、これもなんか初めてのセリフなんだけど、粘ってくれたらよかったのに。やっぱりあれかしら、日頃の訓練ですね。まあそこで負けたらおしまいなんだけどね。ほんとこの頃はおしまいばっかりでつまらないわ。次はもうちょっと長く楽しめる子を探さないとね。まあどうにかして木島をね倒すしかないな。いや強すぎないか。まあちょっと粘ってみましょう。絶対これはいるんだよな。リンリンウーのこの 20% 回復で出血やめてみようかな。一旦出血なしでいってみようか。あいつ俺ブレイクさしてなかったのかな。じゃあまずカルマートを発動させることを先決に。 OK、 まずカルマート、まずカルマートで毎ターン敵はブレイクさせよう。ブレイクさせれないな。リンリンコービー、あ普通にリンリンウーの方が良かったな。ちょマジ強すぎんこれ。え相手ブレイクさしてたよな俺今。ブレイクさしててもなんかスキル使ってこなかったこいつ。ちょっときついような気がするんだが、どうしようかな。ここの情報整理でさ、多分変わることはないよねルートが。どうしよっかな。だいぶ絶望してるんだけど今。わかるかな。渇望のけて出血にして、そうだなこれでいくか。攻撃はさどんだけ下げてもいいから防御と体力上げたいよねっていう。やべえ美覚が出ねえ。で一応、あーやっべ、これやばい。
あー難しい。今ねワンチャン可能性感じたんだよね。ただピースが降ってくるか降ってくないかの運ゲーになっちゃってるな。なんか前ローで積んだ時もこんな運ゲーやったような気がするんだけど、いやあの時は回復をあれかな優先してやったら時間はかかったけど勝てたみたいな感じだったっけな。前回ここで積んだ時ですね。普通につらい。リンリンウーで出血に耐性つけて、敵っつうかさ敵出血させてきてたか。ずっと耐性つけてるから分かんないんだけど、とりあえずカルマートからの、リンリンストックでこれ発動させて、リンいやーリンが降ってこねえ、鬱陶しいいやーマジかよ、リンがマジで降ってこない。これ何いじめかこれ。あぶね。リン。あー、来ねえな。で、このターンブレイクさすためには絶対リンがいるでしょう。あぶな。一旦ここでめっちゃ回復しよう。もう一回。あいつ早いんだよな。え、俺ちょっと待って。美覚ピース今消したよな。なんでブレイクできなかったんだ。え、相手さ美覚ピース1個残して俺普通に美覚ピース消したよね。そこら辺よくわかんないな。うまくピースが落ちてきてくれればあれかな。いや遠くに欲しいやつが一番左にあって、今カーソルがさあの右から2番目とか真ん中あたりにあるぐらいなら多分間に合わないんだよね時間的に。カルマート発動からのあれだな、強い。あ、これいける。
一撃に全てを。よっしゃよっしゃー、ごめん、うるさかったかもしんない。ああ風だ。ああつらかった。うまいことピース落ちてきてくれたわ、この戦い。あ、やべ興奮しすぎてあ、タッチパッド押しちゃった。危なかった。ああ辛い戦いだった。よっしゃ、やっと先に進めるよ。お待たせしました。パート何本ぐらい稼いじゃったのかな、2周目で。ほんまこんな予定じゃなかったんですけどね。この痛み、ふふふ、やはりお前がジェイルだった。クヒジェイルジェ、赤い海、むせ返るような甘い血の香り、死体。この光景を僕は知っている。兄さん、僕がジェイルだったんだね。兄さんが僕の代わりに食事を調達していたのは、僕のこの力を知っていたからだったんだ。ずっと僕を守っていてくれたんだ。僕はこの力を使うことがないように。僕たちの運命を狂わせたのは確かにジェイルだった。僕自身だった、うん、お、極みじゃん。アクティブ攻撃性戦か。鋼の真の力に目覚めたリオのスキル、威力4200の出血攻撃を行う。15秒間の継続ダメージ。うん、まあよく4200っていうのは分かんないけど強いんだろう。お、いいね、入れ替えよう。死にゆく者に対し、自身の攻撃力、防御力大アップ。死にゆく者に対してどういうこと？体力 20% の以下、自分の攻撃力、防御力中。死にゆく者に対し。お、レート S になりましたね。あれからどこをどうやって歩いてきたのか。わからない。気づけば僕は知らない路地に座り込んでいた。ジェイルは僕だった。リオ君、名前呼ばれて顔を上げると金木さんが立っていた。傷だらけだよ。どちらのものかわからないけれど、僕の衣服は血で赤黒く染まっていた。行こう、ついてきて。なぜ金木さんがそんなことを言い出したのかわからない。でも今は一人になりたくはなかった。誰かのそばにいたいと思った。一人になってしまったらあいつの木島の足音が聞こえてくるような気がしたから。お、行けばわかるよ。そう言って金木さんが僕を連れてきたのは工事中のビルの屋上だった。夜の冷たい風が吹き抜け、視線を落とせば20区の街の明かりが点々と広がっている。あれはその明かりの中の一つにアンテイクがあった。閉店時間が過ぎ、2階の窓にはぼんやりとした光が灯っている。東華さんと錦さんが口喧嘩して入見さんがそれを眺める、ん？収める、なんだっけ、ああいうの、沈めるっていうのかな。駒さんが冗談を言って場を和ます。店長はその光景を優しい笑顔で眺めている。そんな風景が目に浮かぶ。今頃吉村さんたちはコーヒーでも飲んでいるかもしれないね。この屋上さ、あれだよね、なんて言ったらいいのか分かんないけど、あのシーンだよね。金木さんにも同じ風景が見えているのかもしれない。あのさ、左のさ、クレーンがさ、アンテイクの人たち、その笑顔。金木さんはビルの縁にか、腰を下ろした。彼の白髪がふわりと夜風に揺れる。僕も黙ったまま彼の隣に腰を下ろす。二人の間に流れる沈黙と静寂。会話はなくても不思議と居心地は悪くなかった。金木さんは僕が木島と戦ってきたことを察しているようだった。でも何も言わないし何も聞かない。ただ黙って僕のそばにいるだけ。そんな金木さんの優しさが胸の奥に深く突き刺さってくる。
僕はどうしたらいいんでしょうか。僕の口からこぼれたのは救いを求めるような弱々しい一言だった。兄さんが、かばったジェイル、その正体は僕だった。僕のために兄さんは命を落としてしまった。あの木島の手で。僕はジェイルとして死んでいれば兄さんは死ななかった。僕のせいで兄さんは死んだんだ。言葉にするとたまらず涙がこぼれる。そうだ、僕のせいなんだ。金木さん、ジェイルは僕だったんです。僕がジェイルなんです。木島と戦って思い出したんです。僕は感情が高ぶったせいか目の下に、脈が走る。格子状のあざ。木島が僕をずっと追ってきたジェイルの証。僕が追っていたのは僕自身だったんだ。バカみたいだ。僕はずっと檻の中でももがいていただけだ。でも兄さんはもういないんだ。僕は助けたかった。本当に兄さんを助けたかったんだ。兄さんに僕が入れたコーヒーを飲ませてあげたかった。金木さんは何も言わずにただ街の明かりを見ている。辛かったね。彼の声はかすかに震えているようだった。横に座った金木さんの顔を見て驚く。金木さんの顔を、頬を涙の筋が流れていた。守りたかったんだよね、お兄さんを。なんでだろうね。あんなに一生懸命だったのに。なんでこんな。僕たちは美しくも儚い街明かりをいつまでも眺めていた。僕の隣で一緒に泣いてくれる人がいる。僕の悲しみを共に分かち合ってくれる人がいる。それが今は何よりの慰めだった。あれ、また金木の行方とかいうのが出てるんですけど、うわ、いっぱい出てるな。あ、いっぱいっていうほどでもないか。吹っ切れた女、おい、またお前か。頼みがある。吹っ切れた女とアモン。で、メインが金木かな。よし、じゃあ次にしますか。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。